ごめんなさい。ゆうすけ、姉さん。トドロキさん。葵さん、待ってました。ゆうすけは見つかりましたか？いえ。そうですか。何ですか？トドロキさんはリュウスケといて気づかなかったんですか？え？本当はリュウスケのやってること知ってたんじゃないんですか？は？すいません。待ってください。やめてください。俺、何ですか？あの場では言えなかったんですが。話してください。リュウさん、携帯持ってません。え？だからいたずら電話とかできないと思います。もう連絡取る人もいないから携帯は捨てたって言ってました。いや、今は iPod タッチしか持ってません。非通知とか公衆電話からいくらでもできます。葵さんはそう思いますか？え？本当に龍さんが犯人だって思いますか？え？僕にはどうしてもそんな風には思えないんです。でもあの人は、龍さんは不器用なんだ。葵さんの方がよく知ってるはずです。でもあの人昨日謝ったんですよ、ごめんなさいって。リュウさんがパトロールする理由って何ですか？だからリュウさんがストーカーする理由って何ですか？理由？リュウさんは多分ずっとあなたのことを見守っていた。え？本当はあなたも薄々感づいてるんじゃないですか？何の話ですか？リュウさんは自分の力ではあなたのことを守れなかったんだ。そんなの悔しくないですか？悲しくないですか？もう二度とそんな思いしたくないって思いませんか？あの人俺にこう言ったんです。お前はついでに助けたって。ついでにって何のことだろうって思ってたんですけど、ようやく分かりました。あなたです。あなたを見守るついでに俺を助けたんです。あなたの言うことなんて。何のためのパトロールかって聞きましたよね。あなたの安全を確保するためのパトロールです。私頼んでません。守りたい人のことを傷つける人いますか？リュウさんは遠くから見守ってただけだ。僕は昨日の話を聞いて確信しました。何を確信したんですか？犯人は必ず他にいます。リュウさんはそいつを多分探してるんだ。え？犯人は別にいます。リュウさんがパンティーを盗む理由が見当たらない。別にいる？今は信じなくてもいいです。その代わりお願いがあります。すいません。はい、多田さんですね。どなたですか？あれ、どこかでお会いしました？会ったことないですよ。え？担当直入に言います。葵の前から姿を消してください。え？あれ？そうか、葵ちゃんの元彼ですね。どこかで見たと思った。会ったことありませんよね。葵ちゃんから聞いてますよ。で、あれ、何でしたっけ？葵の前から姿を消してください。え？葵の前から姿を消してくださいって言ってるんですよ。え？なんでですか？あなたじゃ葵を幸せにはできません。え？あなたは俺と同じです。何ですか？ヒーローを気取るのはもうやめましょうよ。何を言ってるんですか？自作自演でヒーローを気取るのはもうやめろって言ってるんだよ。怖いですよ。葵に嫌がらせしてるだろ。は？葵に分からないようにどこかに消えてください。あなたの罪は僕が被りますから。よく分からないんだけど。お前が犯罪者だってことを分からないように俺が罪を被ってやるって言ってるんだよ。いや、何か勘違いされてるようですが。勘違いしてねえよ。俺はここのところ葵の後をずっとつけて見てたからな。その傷自分でつけただろ。これは葵ちゃんのストーカーが。もしかしてこれあなたですか？俺、お前の目の前で見てたんだよ。警察呼びますよ。呼んでみろよ。青ん家でこれも見つけたよ。え？これが盗聴器で、これが盗撮用カメラだ。
お前のだろ。これ仕込んだってことは葵の下着盗んでんのもお前だよな。警察呼べよ。捕まるのお前だからよ。捕まるのはあなたですよ。そんなもの知りません。盗撮用のカメラにはお前の姿が映ってるよ。嘘ですね。僕はそんなもの知りません。そう思うなら警察呼べよ。知りません。おっと、行かせねえよ。やめてくださいよ。もう葵に近づくな。これはお願いじゃなくて命令だ。やめろよ。え、ナイフ。お前、なんだこれ。なんでこんなもの持ち歩いてるんだ。お前おかしいぞ。葵ちゃんの元彼だと思って我慢してたが、お前、これ何でが見えないの。未だ若い女性を切りつける男の情報は入ってきていません。もしも怪しい人物を見つけましたら警察にご連絡をお願いします。繰り返しお伝えします。世界のルールなんて関係ない。俺は俺のやり方で自分を取り返すことに決めた。すぐ来てください。俺は葵に幸せに生きてほしいだけだ。葵ちゃんに振られたせいか。それでそんなこと。葵、葵ちゃんに近づくな。